はい、よくね、みんな、ラステオさんだよ。ラステオさんと一緒に英語のリスニングを学んでみよう。英語はリンキングや音声変化するから聞き取りづらいよね。まずは英語の発音を聞いてもらうから、なんて言ってるか考えてみてね。その後に発音とリスニングのポイントを説明するね。まずはこれからだよ。この英語を聞き取れるかな？ Did you wanna see me? Did you wanna see me? Did you wanna see me? どうだい？聞き取れたかい？これは Did you want to see me? って言ってるんだよ。言われてみるとそんな気もするよね。じゃあポイントを説明するね。まずは Did you、 これは短縮だね。 Did you って感じ。これは大丈夫かな？次は want to、 これは音が変化してるね。wanna って感じ。ネイティブが発音すると wanna って音が変化するよ。覚えておいてね。 see me、 これは大丈夫かな？意味は Did you wanna see me、 あなたは私に会いたいですかって感じだけど、お呼びですかって時に使われるよ。会話では did を抜いて you wanna see me っていうことがよくあるよ。英語は単語と単語が連結して発音されるから聞き取りづらいよね。これがリンキングや音声変化ってやつだよ。じゃあ分かったところでもう一回聞いてみよう。今度はちゃんと聞き取るようになってるかな？ Did you wanna see me? Did you wanna see me? Did you wanna see me? どうだい？聞き取り慣れてきたかい？じゃあ次の文章言ってみるよ。この英語聞き取れるかな？ I know of her, but I don't know her. I know of her, but I don't know her. I know of her, but I don't know her. どうだい？聞き取れたかい？これは、I don't know of her, but I don't know her って言ってるんだよ。単語は簡単なのに意味もよくわからないよね。じゃあ意味も含めて説明するね。まずは know of her、 これは連結と脱落だね。 know of が連結して know って感じ。それに her が連結するんだけど、 her の h の音が脱落して連結してるよ。ネイティブが発音すると her の h の音がよく脱落するよ。覚えておいてね。だからここは know of とかノードみたいに聞こえるね。 I know of her の意味は、ノーブは名前など知っているけど詳しくは知らない、知り合いではないって意味合いがあるよ。次は bad eye、 これも連結だね。 bad eye って感じかな。次は don't know、 これも連結だね。 don't know って感じかな。今回の her ははっきり発音してるね。全体の意味は、彼女の存在は知ってるけど詳しくは知らないよって感じかな。じゃあ分かったところでもう一回聞いてみよう。聞き取れるようになってるかな？ I know of her, but I don't know her. I know of her, but I don't know her. I know of her, but I don't know her. じゃあ今日の復習だよ。一緒に発音してみよう。自分で発音ができるようになると聞き取りもできるようになるよ。それでは言ってみるよ。それぞれ3回ずつだよ。Did you wanna see me? Did you wanna see me?Did you wanna see me? I know of her, but I don't know her. I know of her, but I don't know her. I know of her, but I don't know her. OK、 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめのリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開されるときに見つけやすくなるから、チャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。 See you next time.